酵素欠乏症とは、植物において必須の微量元素である酵素の不足症状である。世界中で最も広く分布している微量元素の欠乏症であり、食料の生産量と品質の大幅な減少を引き起こしている。酵素の不足は、植物の栄養成長と生殖成長に影響を与え、細胞の増殖の阻害、分裂組織の死滅、及び受粉率の低下をもたらす。 リンゴの密病。ウ素とカルシウムのアンバランスが原因である。症状には、成長点の死と葉の茂りの成長停止、極端な場合は、じっとまりの阻害がある。作物固有の症状として、以下のものが挙げられる。ホウ素は必須栄養素の一つであり、植物の成長と発達に要求される。その第一の機能は、植物の細胞壁の構造を保全することである。 その他の機能にはおそらく原形質膜や他の代謝経路の維持を含む。植物はウ素の水溶性形態と不溶性形態の両方を含む。健康な植物の場合、植物体へ供給されたウ素の量によって水溶性ウ素の量は変動し、不溶性ウ素の量は変動しない。ウ素欠乏症の発症は不溶性ウ素の減少と同時に起こる。水溶性ウ素は 雄素の余剰分であるが、不要性雄素は機能的な形態であるとされている。ただし、その要求量は非常に小さい。雄素の要求量は植物種によって異なり、大部分の植物種では最適な幼虫の雄素含量は20から 100ppm である。過剰な雄素は過剰症となる可能性があり、過剰水準は植物種によって様々である。雄素は 土壌中で様々な形態をとっている。最もよく見られる形態は、放酸土壌も、放素欠乏症を引き起こす可能性がある。可用性成分が多く浸出した、砂出土壌においても、放素が土壌に残らないため放素欠乏症は特徴的に現れる。植物にとって土壌中の放素含量が過剰であると、放素が毒となる可能性がある。放素の毒性が現れる。 放素含量は植物種によって様々である。放散、放射、またはオアソリアバーの使用により放素欠乏症は改善される可能性がある。最適な放素使用量は植物種によって様々であるが、よく行われる放素の使用は約 1.1kgH または1.0ポンド A である。放射や放散やソリアバーは粉末としてか、 水に溶かされてスプレーされて使用される。ただし、過剰量の酵素は植物にとって、かえって有害であるため、酵素を人為的に与える際は、その使用量を適切に管理する必要がある。たまた、その際は植物には直接使用せず、あくまで土壌に酵素を添加するようにするのが良い。しかし、塩基性土壌であった場合、酵素の投入しても高い pH により酵素は、 植物に対して下球体とならないため、酵素の使用は欠乏症を改善しない。また、砂出土壌といった、可用性の土壌成分が進出している、可能性のある土壌では、酵素の使用を継続することが必要となる。なお、土壌が過剰な酵素を含む場合は、土壌を推薦することで酵素を取り除くことができる。ありがとうございます。